笑う男は、ヘニングマンケルジョによるスウェーデンの警察小説、クルト・バランダーシリーズの第4作である。1993年10月、前回の事件の後遺症が言えず、デンマークのスカーゲンで療養中のクルト・バランダーの元友人で弁護士のステン・トーステンソンが訪ねてきた。要件は、イースタット警察により、交通事故死と判断された父親の件を再捜査して、 欲しいというものであったが警察を辞める決意を固めていたバランダーはこれを断った。11月1日の休暇明け最後の出勤日となるはずの朝、バランダーは長官の死亡欄にステン・トーステンソンの名を見つけた。同僚に電話で事情を聞くとトーステンソンは事務所にいたところを何者かに射殺されたということであった。この日、バランダーは出所すると勤務に戻った。 バランダーが自動車事故の再調査を開始し、グスタフ・トーステンソンの身辺調査を行っていると、トーステンソン法律事務所の秘書ベルタ・ドュネールから何者かが自宅の裏庭に侵入した形跡があるとの連絡が入った。バランダーが駆けつけると裏庭には地雷が仕掛けられていた。ありがとうございます。